んにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は伝説降臨ガシャ回していきたいと思います。頑張って龍石400個まで貯めました。龍石を貯めるのは、課金は私は少しだけやっているんですけれども、もうほとんどミッションやステージを回ったりして貯めています。まあ、今回ね、悟空ご飯5点の日でかなりいただけたので、それが大きかったかなと思います。本当にありがたいですね。それでは楽しい楽しいガシャやっていきたいと思います。まずはピックアップを見ていきたいと思います。はい、新キャラこちらですね。天下無敵の親子、スーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人孫悟飯少年期、こちらが今回の新キャラ LR ということで、必殺技を打った後にどんどん強くなるっていう感じみたいですね。これもね、出てくれたらもう相当嬉しいですけども、どうでしょうか。あとね、こちらの技の LR ご飯ちゃんも持ってないんですよ。だからこれも本当に出てくれたら嬉しいし、これも持ってないんですよね。はい、地のご飯ちゃん LR、 これも持ってないのでね、これかこれか、新キャラ出てほしいなぁと今回は本当に思ってます。こちらの力のトゥーご飯ちゃんは無凸ですね。こちらは孫家の巻での交換キャラにもなっていますね。こちらのタイの悟空、心臓病悟空ですね、こちらも持っておりません。これも欲しいなと思っています。セル、このセルも持ってませんが、セルはあまりね、好きなキャラではないので、まあ、そこまで欲しいと思わないけど、まあ、強いから出てくれたらそれはもう嬉しいですね。こっちのセルはね、持ってますね、知の。でもね、無凸ですね。セルジュニアは、もうね、4凸してますね。だから、もういいかな。ドクターゲロ&19号は持っていません。人造人間はね、出てくれたら嬉しいですね。18号さんは、このメリーゴーランド18号さんは1凸できていますね。ピックアップはこんな感じなんですね。へえ、今回はどうなるか、伝説降臨ですよ。私ね、初期の頃やり始めた頃は伝説降臨って結構引きが良かったんですけど、ちょっとここのところね、調子があんまり良くない感じなんですよね。だから今日はどうなるかちょっと不安ではありますが、見てくださってる皆さんがね、応援してくださってるので、神引きしたいなと思います。したいなと思ってできるもんじゃないけど、でもね、したいですね。はい、それではホーム画面、もう今回は一番安定している、私の中で一番引きが良くなる可能性の高いバニーブルマちゃんで行ってみたいと思います。はい、そしてバナーから入りたいと思います。伝説降臨行くわよ。はい、それではまず10連目からやっていきたいと思います。連続ガシャル、どんな感じでしょう。ぼっちだい、ぼっち。10連目ぼっちか。ここでピョコッとかね、なんか虹放てん時にゼンちゃん来るっていうのが多い気がするんだけど、出なかったな。まあ当たり前ですかね。10連目ヤムチャ、1人目ヤムチャでしたよ。セル第2形態このポーズ、18号さんだ。おお、ベジータ GT だって。今回初 SSR ベジータ、ビシッ、ちやこさん、はい、リクーム、ベジータ、ミスターブー、ジンズ人間18号。おお、ジレンフルパワー LR、 LR が出た。ぼっちで LR が出たよ。すごい、すごいよ、すごい、やった。びっくり、わ、テンション上がってきた。ジレンさんだって。これは絶対 未所持ですよ、ほら。あ、これなんだ。フルパワージレン。うわ、すごいじゃない。私すごいじゃないの。
あ、すごいすごい強いやつ。やったー。目がすごいね、赤いね。やったー、ジレンさんゲットできた。はい、10連目からテンションが上がってきました。このまま20連目に行ってみたいと思います。ガシャル。え、はい、ちょっと信じられないことが起こってしまいました。なんとガシャル押した途端にアプリが落ちてしまったんですよ。え、これどうなるのと思って再起動したんですけども、石が、まあ、20連したことになっているんですよね。100個なくなっているので、これはちょっと初めての体験ですね。ガシャしてないんですけども、したことになってる。というか、まあガシャルボタンは押してから、流石もなくなってからアプリが落ちたので、ちょっとね確認してみたところ、はい、伝説降臨コインはやっぱり20連分来てるんですよね。回したことになっちゃってるんですかね、これは。これ初めて、ここでアプリ落ちたの初めて。皆さんこういう経験ありますか？かなりショックなんですけれども、こんなことが起きてしまいました。まさかの出来事でね。もっとびっくりしたのが、入手順 SSR にしてキャラ確認したら、なんとパンブーキン、覚えのないパンブーキンがいるんですよ。さっきの10連ではジレンとベジータだけでしたよね、 SSR って。だからこの地のパンブーキンってもしかして20連目で出たっていうことになってるのかな、これ。幻の10連がここでできてしまっているってこと？やばくないですか、これは。ちょっとオカルトですよね。パンブーキン大猿さん見てないけど、出してないけど。ってことはですよ、この空白のね、幻の10連で、私は SSR はパンブーキンだけを出したということになるわけですかね。すごいなぁ。なんかいろいろ、まだ頭の中が整理できてないけど、ちょっと今日はこの後回すちょっと気持ちになれないので、ここで一回終わりにします。ちょっと落ち着いてから続きの伝説降臨回そうと思うんですけども、こういう経験された方いらっしゃいますか？いらっしゃったら教えていただきたいです。あー、ちょっと悲しいけど、はい、また気を取り直して伝説降臨回して動画にしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。